こののどかな町に本当に巨大ロボットなど存在するのか。畑やもん、こういう場所に巨大ロボット全然あるような雰囲気じゃないけどね。しかし、何これ、え、これ巨大ロボット。果たしてその光景とは。畑に囲まれた倉庫の中にカブトムシ型の巨大ロボット。でかーい。うわーすごいな。いや、カブトムシ、動いてる、動いてる、すげー、なにこれ。うわー、大きく突き出した角、重量感あふれる巨大なボディ。うわーすごいな。圧倒的な存在感。カブトムシや、カブトムシの形や。うわぁ、でけぇ、すげぇ、すげぇ、なにこれ。しかも、うわ、進んだ、進んだ、すげぇ、ほんとすげぇ、歩くんです。おー、ナニコレ珍百景候補、完成した巨大ロボット。すごい。それは趣味で作った巨大なカブトムシロボットが動く光景。でかい。後ろもある、後ろもある、後ろもある、後ろもあるわ。前だけやと思った。するとカブトムシの羽の部分が動き、開いた、出てきた、うわ、乗れんねや。こちらの方が投稿してくれた高橋さん。はい、そうです。あ、どうも、高橋先生、おはようまして。これ巨大ロボット、すごいですね。これで動かしてたんですか。そうです。これで動くんですか。これカブトムシの絵で、これ全部これが動くんです、はい、あ、これで、はい、ここ動かしたら、はい、直進したりとか、はいはい、これ高橋さん、これお一人で、はい、作りはったんですか。はい、創作機械の工場を経営している高橋さんは、全長11メートル、幅 9.5 メートル、総重量15トンにも及ぶこの巨大なロボットを、仕事の合間を縫い11年の歳月をかけたった一人で完成させた。その名もカブトム RX3。 すごいじゃないですか。なんすか、地球を守ろうとしてるんですか、征服しようとしてるんですか。それによっては僕態度変えましたけど、どっちですか。守ろうとしてるんです。ありがとうございます。一体何の目的で作ったのだろうか。私がね、はい、今度カブトムシの形をした乗れるロボットでも作ろうかなって言ったんですよね、はい、そうしたら、面白いから、じゃあ作ってよ、できたらゴミ出しに乗っていけるじゃないか。それがもうね、OK のサインですよ。それ多分奥さん冗談やと思うんですよ。だけど、はい、最初は小さかったんですよ。3台目ぐらい作り変えてこの形なんです。歩行ロボットを作ってみたかった高橋さん、6足の昆虫型でなくては安定しないため、好きだったカブトムシを選び3代目に巨大化させたのだといえ、リモコンのほか後方部分で操縦も可能。怖え。子供の頃に夢見たロボットのコックピットですよ、これは。あ、これ前映ってますね。あ、人がほら、はい、歩いてたら映るんですよ。すげえ。そして胴体部分には乗員室があり、大人が6人乗ることができる。乗員室からは上に向けてはしごが伸び、監視塔となっている。こんにちは。かっこええこれ。しかし高橋さんは、
まだね本当の完成じゃないんですよね。結局あのいろんな動きができるんですけども、はい、ここ狭くて試せてないですから、はい、まださっき動かしただけがもう限界なんですよね。ですからもう広いところで縦横無尽にこう動くところを見て、それでまあ本当の完成って感じでしょうかね。わかりました。高橋さん、運ぶの？その動かしたいっていう夢、僕は叶えましょう。見たい。というわけで、この巨大ロボットを移動させ、広い場所で動かすことに。しかし相手は15トンもの鉄の怪物。その運搬方法は、足の部分のネジを外し、トレーラーに乗せて道路を走らせるために胴体から分離。しかしパーツそれぞれがかなりの重量、簡単にはいかない。一つ一つ足を外しては運ぶ地道な作業が延々と続く。そして開始から3時間後、胴体と足がきれいに分かれた。いよいよロボットカブトムが僕の協力により今表に出ました。高橋さんの夢を乗せ大型トレーラー2台で運搬。この場所で11年目にして初めて思いっきり動かすことができる。これは本物の男ロマンですね。すごいですよ。3時間かけて分解したパーツを3時間かけて組み立てる。いよいよ下の台を取って移動を含め延べ7時間が経過。ようやく組み上がったカブトム RX3。 いよいよ夢が叶う時が来ましたね。ドキドキですよ。乗りましょうか。はい、はい、いざスイッチオン。命を吹き込む。11年の夢が今動き出しました。カブトム発進。すごいですね。来ましたよ。ちゃんと足で地面を踏んでおります。すごいすごいすごい。ねえ、少し心配がなくてね、動かせるから嬉しいです。思う存分動かしてくださいよ。あ、バックして。ようやくですね、こうやって動けるの。完全なフォルムで動いております。この光景に高橋さんから最高の笑顔が。そして集まったギャラリーからは盛大な拍手。いやすごい。いや嬉しいですね。自分で乗った感想は。いやすごいですよ。よかった。自分ながらによかったです。最後は浜口もロボットに。巨大ロボに乗ったぞ。たった一人趣味で作った巨大ロボットが力いっぱい歩いていく。茨城県古河市に存在するカブトムシ型巨大ロボットがある光景。